はい、おはようございます。マスターハットです。今日は2020年、3月の21日ですね。はい、月曜日となりました。今日の御言葉の時間となりました。今日の御言葉は、箴言27章の一節、明日のことを誇るな、一日のうちに何が起こるかあなたは知らないからだ。箴言27章の一節。この御言葉には明日のことを誇るなとあります。イエス様は明日のことを心配するなと言われました。人は少し先に何があり、何が起こるかを知らないのです。誇ったり心配したりするのです。明日のことも明後日のこともすべてを知っている主に信頼していればよいのです。今日の祈り、すべてのことは主の御手の中にあります。主の御心のままに生きることが私の喜びです。はい、今日の御言葉でした。はい、このような素敵な御言葉のカードです。素敵ですね。はい、裏のコメント欄です。はい、では、お祈りいたします。天の父なる神様、月曜日じゃないですね。今日、土曜日ですね。はい、ちょっと曜日を間違えました。はい、お祈りいたします。天の神様、今日も一日、主と共に歩むことができますように導いてください。この祈りを私たちの個人的な救い主主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、今日も天気ですね。昨日は祭日でお休みで、ちょっと曜日を勘違いしましたけど、今日は、ね、まあ、週末土曜日で、まあ、お仕事ですので、皆さん、今日も一日頑張りましょう。では最後の合言葉でした。マスターでした。主やげん、Let's passion please you。はい、またお会いいたしましょう。失礼しました。